こんにちは、たつくりです。今回は折り紙でつなぎ竜を作っていきます。この竜はいくつかのパーツをつないで作っています。渦巻き雲をつけるととても雰囲気が出ます。この渦巻き雲の作り方も説明していきます。このように輪になるようにつなげることもできます。これは 7.5 センチの折り紙で作ったんですが、15センチで作ると結構大きくなるので、リースのように使ってもいいと思います。一つ一つのパーツはとても簡単にできるので、ぜひ作ってみてください。他にもたくさんの折り紙の作品を紹介しているので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。では早速作っていきます。まずは体のパーツから作っていきます。わかりやすいように15センチの折り紙で作っていきます。裏返します。上下と左右の端を合わせて折り筋をつけます。右上の角を左下の角に合わせて折り筋をつけます。上の端を中心に合わせて折ります。裏返します。右端を中心に合わせます。境目から下を折ります。折れたら上の中を開いて折り筋に沿って潰して折ります。左の下の端を縁に合わせて折ります。上を境目で下へ折ります。これで一つ完成です。同じものを全部で10個作ります。次は頭を作っていきます。裏返して上下と左右に角がくるように置きます。上下の角を合わせて折り筋をつけます。左右の角を合わせて少しだけ折って印をつけます。左の角を中心に合わせて印をつけます。左の角を印に合わせて折ります。真ん中で折ります。
下を左の角から折って、下の角が上の端に来るように折ります。今折ったところを1枚だけ少し開けて折り返します。残った1枚をほんの少し間を空けて折ります。今折った1枚を上へ折り返します。残った1枚をほんの少し間を空けて折ります。この白い部分はひげのイメージです。これで頭の完成です。次は尻尾を作っていきます。裏返して上下と左右に角が来るように置きます。上下の角を合わせて折り筋をつけます。右の端を折り筋に合わせて折ります。下から上へ半分に折ります。上の角を少し折ります。これで尻尾の完成です。次は渦巻き雲を作っていきます。動画では分かりやすいように15センチの折り紙で作ります。上下と左右に角が来るように置きます。上下の角を合わせて折り筋をつけます。左の端を折り筋に合わせて折ります。上から下へ真ん中で折ります。左の角を右の角に合わせて折ります。左上の角を少し後ろへ折ります。角から右上の端の1枚を下の角に合わせて折ります。
今折った右端を縁に合わせて折ります。今折った下の端を縁に合わせて折ります。今折った部分を裏側に入れます。これで渦巻き雲の完成です。では繋いでいきます。まずは体のパーツを輪になるようにつなげていきます。この隙間に奥まで差し込みます。中はこうなっています。裏をテープで留めます。体のパーツを全部同じように差し込んでいきます。体を全部つないだら尻尾をつなぎます。この向きで奥まで差し込みます。次は頭をつなぎます。この向きで差し込みます。好きな位置で留めます。これで完成です。次はこの形のつなげ方を説明します。 7.5 センチで作ったパーツをつなげていきます。先ほどと同じように奥まで差し込みます。中はこんな感じですね。これもテープで留めます。同じように6枚差し込みます。6枚差し込んだら次は奥まで差し込んで少し右へずらします。次も少し右へずらします。次はここを後ろに折ります。少し差し込んで
右へいっぱいまでずらします。次も同じように折ります。同じように少し差し込んで右へいっぱいまでずらします。次は尻尾を裏返して差し込みます。次は頭を差し込みます。好きな位置で留めます。真ん中から下の白い部分を少し後ろへ折ります。余分なところを後ろへ折る感じですね。これで完成です。お好みで渦巻き雲をつけます。これでつなぎ竜の完成です。ぜひ作ってみてください。もし気に入っていただけたら、高評価やチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。